起きろ、メラ。奴が逃げた。ん？何？またか、あの王子様は。ここ、三国の事務所だろ。なんだお前。俺はマサシ、三国おばさんの甥だ。そういや、どことなく似てんな。かわいい。はじめまして、マサシ君。会うなり子供扱いね。なんだおい、子供扱いされたくねえのか。上司の親戚のお子様というポジションを自らお捨てになると。別にいいよ、人間器でしか判断できないようなやつには慣れてる。こいつ泣かそう。何を爽やかに。マサシさん、居場所なんかすぐ分かるんですよ。ほら帰れよ、マサボ。メラさん、カオリさん。おばさんの犬たちもう来ちゃったのかよ。犬コロが噛みつかないうちにおとなしく帰りましょうね。やだ。俺の目は今笑ってるわけじゃないんですよ。大人はすぐ力ずくで話を通そうとする。メラ、打っていい？ダーメ。なんだ、お腹空いてイラついてる。昼飯一緒に食べよっか。昼飯って手料理？俺も手伝ってやるぜ。本日はホットケーキ、この後卵と牛乳を混ぜるだけ。膨らむまで弱火にかけて。膨らんだらどうすんだよ。膨らみすぎ。普通は少し厚みが出るくらいなんだよ。で、こんな風にプツプツしてきたら。プツプツしてきたら気持ち悪いな。もう召し上がれ。召し上がらせちゃダメ。どう見ても失敗作じゃん。それを堂々と客に食わそうなんて常識疑うんだけど。クソガキャー。毒食う？ひねりも何もないやり方。ちょっと兄さん、いくらなんでも子供相手に。俺、こういう大人げない大人スルーすんの得意だから。出る言葉の一つ一つがクソ生意気だな、もう。困った子ね。すっかりひねくれて育ってしまって。このままじゃ友達もできないから、なんとか子供らしさを。おい、ターボー。ウィース。おう、オズアンド養女。あ、どうしたの、遊ぼう。もしかしてドロシーちゃんに一目惚れ？違う。変なこと言ってんじゃねえよ。に聞いたぞ。なんだその面。あららこらら、好きなんだ好きなんだ。皆さん聞いてください、マサシーとドロシーは。あっちっち。まだまだ。やめろ、そういうこと言うな。俺、こういう大人げない大人スルースの得意だから。できてね。俺、マサシです。ドロシーちゃん大好き。うるせえバカパカ。変な顔出してんじゃねえよバカハゲ。あー、ハゲじゃねえよチービベーケ。バカって言う方がバカ。お前今うんこ踏んだ。マサシさんが普通の小学生のような喧嘩を。たくみさんの心の小学生男児がマサシさんの心を溶かした。ああ、これでマサボーも子供らしい生活が。きっとマサシさんのこの姿を見たら社長も喜んで。これ報告しなきゃダメかな。ああ、これはこれで多分すっごく怒られるね。一体何があったんだ。我々には聞いた会話から推測するしかできませんが、年頃の少年がメンタルな部分をからかわれたらあれくらいムキになってしまうのも無理からぬこと。今日この日を糧にして、いずれ林言葉も笑って流せる余裕のある男になってほしいものです。お、お3分だけしかない、僕の時間は伝わらない。3分たくみに使ってこう言うんだ。伝えたい、伝わない、伝えたい、伝えたい、伝わない。